鎌倉学園体育館棟に掲げられた、校訓鎌倉学園の校訓は、礼儀連地である。礼儀連地は、礼節度を守ること、偽自分を実際以上に見せびらかさないこと、連自分の過ちを隠さないこと、恥他人の悪事に引きずられないことという意味である。開校100周年を記念して、校舎のリニューアル工事が行われ、新たに体育館棟に校訓が刻まれた。しかしながら、 生徒の間では、ダサいと、評判が悪い。校訓の赤碑私立伊勢学園高等学校の、校訓は、美しく強く生きるである。校訓とは、学校が定めている教育に関する目標や、方針などを成分化したものである。学校によっては校訓を制定していないことがあるが、校訓に類する目標やスローガンを定め、学校運営に活かしている場合が多い。 組織は必ずと言って良いほど、組織の構成員を一方向に向かわせる象徴的な言葉を持っており、それが会社であれば、社訓、家庭であれば、家訓となり、学校であれば、校訓となる。校訓は通常名分規定であるが、校訓という形で名分化されていないものでも、校訓とみなすと考えるものもいる。名分化されているものは、端的に、競度的に表している。 校訓には、その学校や学校所在地域の偉人の言葉や初代校長の挨拶から引用したものを採用しているものがある。私立学校では、実践目標や学園の合言葉で創立者の理念を表現する場合もある。公立学校でも、私立学校のように創立以来の校訓を堅持している場合があるが、そのような学校でも、児童、 生徒目標などの新要素を付加している場合が多い。校訓とは学校の創立当時の新たな理念や意気を反映しているものの一つであり、学校の発展の原動力となるものである。しかしながら山口雄吉は校訓の運用には反省と改善を要し、固定、普遍であるべきではないと述べている。校訓には以下のような四つの特徴があると、 審判現代学校教育内時点では言及されている。学校関係者が教育に向かう意識を一方向に向け統一を図る。端的な表現で児童、生徒への浸透を図る。学校の核として長期間生かされる。学校から学級へ下ろされる性質を持つため浸透性が弱い。校訓を活かした教育活動を行っている学校もある。 例えば、静岡県加茂郡松崎町にあった松崎町、立岩科小学校は、高訓、岩品縦を切り口とした地域の歴史学習を行い、地域住民に向けて調べ学習の成果を発信することで、児童への自信づけを図った。また、埼玉県深谷市の埼玉県立深谷商業高等学校は、郷土出身の渋沢栄一が、来校時に記号した、資根詳細と、 姿勢、初代校長が校歌を作詞した折に用いた、疾素合圏の3つの言葉を校訓とし、卒業式などの式典で必ず校訓を盛り込むなど、校訓を学校の精神的支柱とした教育が行われている。戦前は、終身化中心の教育が行われており、教育の3つの作用のうち、訓練の領域に立脚して校訓が制定されていた。 1872年の学生をはじめ、教育処方期に示された国家の期待する国民像を反映しつつ、創立の精神を表現する場合が多かった。また、教育に関する直後を根拠とし、恒久的かつ、上から下に伝達される背くことを許されない、性質を有していた。教育百科事典では、効果と表裏一体となるよう整え、形式的ではなく全校一致して、 公君の言葉を実践して、児童、生徒にその精神が浸透するよう努める必要がある、胸を述べている。一方、戦後は連合国軍最高司令官総司令部の民間情報教育局教育課から教育の改正方針が文部省に通達され、さらに都道府県、地方事務所等を通して各学校に周知された。校訓に関しても、軍国主義に基づくものの改正を求められた。 茨城県の場合は1946年8月8日付で、校歌、校訓等の調査並みに連合国軍、最高司令部関係文書の取扱いについてを各学校に送り、校訓に関してはこうぜ、校了、生徒訓、職員心情等と共に全文を報告し、開廃の必要なものを洗い出し、新しく制定したものの報告を求めた。例えば、中港第一国民学校は、 校歌、校期、校渉が軍国主義的として廃されたが、校訓、自治勤労協和の廃止はしなかった。また、教育の全体そして、児童、生徒の生活全体から校訓が制定されるべきという考え方が生まれた。校訓の性質にも変化が生じ、短期間で変えることができる民主的なものとなった。これは、地域の変化や価値観の多様化を背景としている。 今日では、教育基本法の全文に立脚した校訓が多く、目標としての位置づけを取る学校が多い。校訓に類似するものとして、級訓、学級訓がある。級訓は校訓を達成するための小目標として、児童、生徒の実情、発達段階に応じて定めるべき、という見解がある。休訓は校訓に比べて短期に変化するものであるが、それは、学級担任が、 九君を制定するためである。担任が制定するものであるから、九君も十人十職となって良いはずだが、赤石洋一が小学校教師220人に大使調査を行ったところ、個性的なものは少なく、我慢強くやり抜く、仲良し、頑張るなどが多かった。これは、九君と相互に影響し合う、高君自体が個性的なものが少ないからである。赤石は、 こうした個性の少ない校訓に対し、独自のスクールカラーを創造しようという自覚に乏しいと述べている。教育目標とは、伊沢淳の説明によれば、教育放棄の精神に則っ,って、地域や児童、生徒の実態を考慮して設定される目標である。校訓が指導に立脚したものであるのに対して、教育目標は、経営的な発想である。校訓の中には、 教育目標と混同するようなものもあり、赤市洋一は、例として、学業に励み心身を鍛えよう、勤労を重んじ創意を高めようを挙げている。また、教育目標と航空の関係は、明示している学校と明示していない学校があり、明示していても、校訓を頂点に、ピラミッド構造で下に、基本目標、重点目標、実行目標を置く学校や、 教育目標の中に校訓を位置づける学校など、関係性は多様である。注釈出典。ありがとうございます。